一節切れ一節切れは日本の伝統楽器。尺八の前身とも言われる間だけ製の縦笛で、節が一つだけあるのがその名前の由来である。尺八が竹の根本部分を用いるのに対し、一節切れは幹の中間部を用いるため、尺八に比べて最軽薄肉である。全長は一尺一寸一分で、尺八と同じように前面に四項、裏側に一項の 経緯5つの手口がある。音域は尺八よりも狭く約1オクターブ半ほどである。前の両卓や一級総縦、摂州、北条玄安なども一節切れの奏者として知られている。織田信長に仕えた大森隆君も名手である。しかし、もともと武家や上流階級の風雅な足並みとしての趣向が強く、一般市民には普及していなかったことや、 より音域が広く音量の大きい吹け尺八が普及したこともあって、江戸時代の始まりより徐々に廃れていった。現在、残された楽譜は存在するが、音歌の指定がなくどのような演奏だったのかを再現するのは難しい。尺八文解散オンライングリタニカ国際、大百科辞典小項目辞典、大森隆くんから言葉ンク、2018年5月5日、閲覧。 デジタル版日本人、明大辞典プラス、大森隆くんからことばんく、2018年5月5日、閲覧。朝日日本歴史人物辞典、大森隆くんからことばんく、2018年5月5日、閲覧。ありがとうございます。